結果が出ない金儲けの方法を知りたいんですがなかなかこんな身も蓋もない質問をダイレクトにしてくるのはやっぱり鉄収入にならない金儲けの方法ワクワクや情熱を感じないものを選ぶ本田さんも話していた好きな仕事を選ばなければ人は幸せになれない金儲けつまり仕事は人の生活のかなりの部分を占める以上これが苦痛だと人生全体が暗いものに 方法以前にそんなあなあたかからはお金も遠ざかってしまう自己満足で人の役に立っていない金儲けの方法という意味では言い方を変えればニーズがないとも言える世の中の報酬というのはお役立ち料つまり人の役に立って感謝されたり喜ばれたり人を笑顔にさせることでその見返りとして返ってくる仕組みだから金儲けの方法としてはどうしたら人が喜ぶのかを徹底的に考えこれを続けていくこと。 これをせずに自分の利益だけを考えると一時的に収入が増えることはあっても続くことは到底ないこれから淘汰されていくカテゴリーを選んでいる金儲けを考える日本人にとって当面大きな天敵となるのはやる気があって能力のある安い労働力が海外から入ってくるグローバリゼーションそして IT や人工知能を活用する方法で人の手がいらなくなるオートメーションだ長期的な金儲けを考えるなら こうしたグローーーバル化化やオートメーションがが進むことが明らかなジャンルに参入していいい。くことは賢い方法とはは賢方法言えない金儲けで方法よりも大切なのはさっきも語ったように一旦金儲けを忘れてどうしたら相手が喜ぶのかを徹底的に考えるのが最良の方法これに徹することができれば豊かさつまりお金は結果として必ずついてくる人の役に立った数イコール報酬という公式を考えればこれは自然だ。 個人的に金儲けの方法というより自由を得る手段としておすすめしたいのはあなたが情熱を感じる分野であなたの言葉によって情報を発信し相手の役に立つ情報を届けること具体的にはニュースレターの中でお伝えしているブログやメールシステムなどの個人メディアを作ることこれなら IT を敵ではなく味方にすることができる金儲けに努力も才能も具体的な方法も不要だと語っていた地元の和光高校に通っていた頃のこうちゃん 俺と同じように下見なしでフィリピンに移住する方法を知った彼は今オンラインで長続きカップルの特徴や承認欲求と恋愛の関係既成概念固定観念の外し方をバシバシ学んでいる。